さえも時を捉え僕のすべて燃やす。ただ一人の人間なのに、僕を震えさせる。愛してあげよその命を。その時あなたは僕を忘れ去る。
Bye.
でも見失わない私だけは。少年ルドルフ役、中学1年、宮本拓海。ありがとうございます。黒天使役、中学1年、田中総一。黒天使役、中学1年、小山海斗。中学2年、末松春樹。ありがとうございます。ヘレネ役、マデレーネ役、中学2年、今井春人。ありがとうございます。リヒテンシュタイン役、中学3年、内田優斗。ありがとうございます。
シュテファン役、高校1年、加藤寺雄飛。ありがとうございます。ルドビカ役、ルドビカ役、マダムゴルフ役、池田凛太郎。ルドルフ役、高校1年、伊藤志龍。ありがとうございました。ゾフィー役、高校1年、山下拓馬。ありがとうございました。エルマー役、高校1年、茅野木仁。ありがとうございました。トート役、高校2年、森光太郎。フランツ・ヨーゼフ役、高校2年、内田優斗。ルイジ・ルキン役、高校2年、井上勝志。エリザベート役を務めさせていただきました高校2年、田中葵です。僕たちは、春公演が終わり6月からこのエリザベートの舞台に向けて稽古に励んでまいりました。途中で、直前では感染症の流行もあり、学校が閉鎖になるなど、途中の道のりは険しいものではありましたが、今日こうして団員が全員揃って、この舞台を迎えられて本当に嬉しいです。ありがとうございました。そして、今回もありがたいことにたくさんのご応募いただき、サテライト会場でも集計をされているということで、ありがとうございます。そして今日この舞台を一緒に、作り上げてくれた裏方のみんなを紹介したいと思います。高校1年、北村剛。ありがとうございます。高校1年、鍋島俊介。ありがとうございます。中学3年、内田文雄。中学3年、小木慎太郎。ありがとうございます。中学3年、横山寛介。ありがとうございました。中学3年、柳裕樹。ありがとうございます。
しよう。ありがとうございました。そして今日この素晴らしい演奏をしてくださったのは東海学園交響楽団の皆さんです。22期もよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。